か。一応きっちり30分測ろうかな。用意スタート。そんな刻んでくる。焦らすね。焦らす。はい、2分経過しました。あと28分。テンション上げて、もっと。落ち着いてやらんとさ。ああ。こういうことになるから。10分が経過しております。嘘。もう15分経過してる、うん、味噌汁とメインだけでしょ。できる気がするけど、フライパンは間違えました。洗わないとロスです。すっごいいい椎茸取れた。全部お味噌汁いくやん。贅沢味噌汁。はい、25分が経過しました。どうぞ。かわいい。これがかわいい。
あと1分です。火が入らん。いや、そう、合わせてさ、OK にするやろ。怖いから。時間よりもやっぱり、火入れてほしいから。はい、30分経過しました。もうでも完成やん。いやもう完成？完成。はいはい、休みますよ。何鳥追いマヨって追いマヨやんか。あ、完璧。美味しいわ。もうこれでご飯いけちゃう。そのもの味微妙かもしれん。こんなもんか。やっぱこのマヨね、美味しい。まあよかった、これ美味しいわ。マヨネーズとオイスターはもう簡単で美味しいから最強で、マヨで焼くと柔らかくなるの、お肉。マヨネーズが生体師やったらほぐすわけや。うん、じゃあさ、うん、最近肩こるって言うやろ、うん、で肩にさマヨネーズ塗ってたらさ柔らかくなるかもね。そうならんねん。え、それはならんねん。レタスが美味しいな。うん、何よりむっちゃご飯が進むの。これはもう得意技よな。よう作るやつ。どういう意味なのな、人参しりしりって。どこがしりしりなの、これの。沖縄の方言よな。あ、そう、しりしり。確か沖縄料理ない、これ。ちょっと気になってきた、人参しりしりの由来。何やろ、炒める。しりしりは沖縄方言で千切りという意味。千切りなの。ちぎりなの。じゃあ漢字読めんかったけど。いや、千切りやろ。マジで運動不足よな。うん、本当にテニスとかやりたいもんな。やりたい。でも東京の公園ってさ、うん、球技ダメすぎ。バットもボールも使うなって書いてるやん、ラケットも、うん、何すんの。厳しいよな。な、まあその家が近いから、うん、気持ちはわかるけど、もう何もできんよね。もう最近やたらモルック見ん。あ、めっちゃ見る。な、モルックの方がちょっと危なくない。あんな気が当たったらさ、うん、だからボールとかラケットがダメやったら、ボールって言われない形のものを投げるんやったら OK っていうさ、うん、かいくぐってんだモルック。だからやり投げとかは OK みたいなことやもんな。いや、やりダメって書いてあった。書いてないけど長いものとか書いてあったもん。やりダメ。ダメよ。小さい時は近所に大きいグラウンドあったからさ、うん、お兄ちゃんとも貸し切りよ。多分一周800ぐらいあるグラウンドさ、うん、そこでサッカーやったさ。めちゃめちゃ大変。端から端まで。めちゃめちゃ大変。パスとか失敗しようもんな。確かに。いやでも2人やからな、パスも何も。誰にパスするの。 A ちゃん A、 A ちゃん B にパスするやろ。ごちそうさまでした。食べたな。よかったよ。めっちゃ美味しかったわ。よかった。うちご飯の時間は、ま、とにかく短くしましたけどな、本当は。なんで取れればいいか、摂取できれば。こんなに幸せなのに。最近変わってきてる。え、理想はあの、うん、注射器ぐらいがいいってこと。そう、本当にサプリと注射器がベスト。点滴みたいなこと。うん、あ、でも時間かかるのは嫌やから注射。
注射も痛いからね。じゃああれでいいやつ、30分でサプリ作るとかで。できんの30分で。だ理想は30分1サプリ3サプリや。それやったらご飯食べるよ、絶対美味しいもん。